秋雨に、もみじば色を深めゆき、縁の行者は黙して眺め、本当に素晴らしい映像とともに第2部始まりました。素敵な映像の数々ご覧いただきましたけれども、今、上本京子さんが読んでいただきました歌がございました。はい、その作者でもあります歌人松森茂弘さんをお呼びしたいと思います。はい、今月もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今月の映像も本当に素晴らしかったですが、ね、そしてそれに添えられたこの歌、はい、はい、今回も宿題を、はいはい、されたんですよね。宿題をいただきまして、はい、実はこれ去年の秋だそうなんですが、私も竜泉寺ですね、去年の秋行ったんです、はい、そしてやっぱりここは高度が標高が830メートルぐらいって書いてありましたんでね、車でそんなに高いところまで上がってきたんだなっていうふうに思いまして、やっぱり秋の訪れが早いんでしょうね、はい、で雨の中に非常にもみじがありまして、竜泉寺というのは皆さんご存知の通り大峰さんのですね、修行の、お寺でございますので、やっぱり縁の行者像がありましたので、はい、非常に印象が、小山さんも撮っておられましたので印象に残ってましたので、それを歌にしました。はい、そうですか。もうなんかね、雰囲気がぴったりだったかなと思いますが、この晩秋の奈良、はい、ね、はい、まあ、今から、ま、もうちょっと前の時期ですか ね、 そうですね、この深い秋を感じる奈良の良さっていうのか、はい、奈良ってどんな感じですか。やっぱり一番歌にしやすいんでしょうかね。そうでもないですか。まあ、奈良にずっといますので歌にしやすい。やっぱり季節の変わりがやはり穏やかにって言うんですかね、あるいは寒くなったりもしますし、非常に奈良公園来るたびにこの表情を変えるのと同じようにですね、やっぱり、変わっていくように思います。はい、そうですか。はい、これからもさまざまな季節の歌を歌い続けて書き続けていただきたいと宿題をいただきながら、はい、はい、ぜひとも穂山さんのね、素晴らしい映像ですから、はい、それから昨日穂山さん明日の奈良をね表彰おめでとうございました。ありがとうございます。すいません、ここだとおめでとうございます。ちょうどね昨日表彰式があったようですけどもね、はい、昨年は松森さんでしたもんね。はい、はい、一昨年でした。あ、失礼しました、はい、一昨年でしたが、はい、ね、奈良の素晴らしい方々を本当に表彰していただいているようなそんな賞ですよね。はい、ね、ありがとうございました。はい、ということで、また本当またお越しいただいて素晴らしい、はい、はい、ま、来月も来月も、はい、はい、宿題でいただいたら頑張ってみます、はい、まあ、じゃあまた宿題があるということですので、はい、また来月もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、歌人松森茂弘さんでした。ありがとうございます。そして続きまして今度は薩摩琵琶の奏者、もうねこちらの、ステージではおなじみにもなっておりますが、なんと北海道からお越しでございます多田良水さんをお呼びしたいと思います。多田さん、よろしくお願いいたします。今日は本当に奈良も冷たい風が吹いて冷たい空気だなと感じておりますが、北海道です。しかも、岩見沢市でしたよね。もう雪深い地域ではなかろうかと思われるんですが、もう今北海道本当にね雪が大変ということでございますが、今日こうして奈良にお越しいただいて薩摩琵琶を奏でていただけるということですので、楽しみに聞かせていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。それではどうぞよろしくお願いいたします。多田良水さんです。
秋の白波、知らねえども語りし継げば薩摩琵琶多田良水さんでした。どうもありがとうございました。
you
いきなり長い長尺を見ていただきました。おはようございます。保山浩一です。はい、理屈じゃないんですよね、求めてるのが。ドラマを見てるわけでも映画を見てるわけでもなくて、なんかその景色を見るって言い換えると、なんかうまいこと言えないんですけど、心を無限大にしてるっていうのかな。手前のことばっかり気になってるのが日常やとしたら、まあ風景の前に身を置いた時とか、こういう映像音楽を聴いてる時、手前のことも大事ですけど、そういう時ぐらい心を無限大にして遠くの方をこう、眺めてるっていうんですか、心で眺めるならと言いましょうか、そういう時間をなんか皆さんにね過ごしていただきたいなと。日頃ね、いろんなことがあると思います。家族のこととか仕事のこととかいろんなことがあると思いますけど、ここに来た時は、奈良に来た時は、心を無限大にしてなんか自分をこう、癒してやるというか、包まれてみるというか、身を委ねてみるというか、なんかねそこで、安らぎというか、いい時間を過ごしてもらえてると。僕もその奈良の風景に助けられて今も生きているわけで、皆さんにもなんかそういう経験をよくね言われるんです。リアルな話、なんで保山さんは余命1ヶ月2ヶ月と言われたのにまだ何年も生きてるんですかって率直に言われます。それは誹謗中傷じゃなくて、同じ病気の方に何かコツがあったら、何かそういう民間療法があったら教えてくださいって。でもね、正直僕は標準治療以外はやってなくて、まあ、全て東京とか世界で、まあ、あちこちで仕事してたけど、ふるさとに帰ってきてこの風景の中に包まれて、心を無限大にしたというか、手前ばっかり見てたものを遠くの方が見るようになったというのが、唯一の答えかなと。それ以外ないんですよね。それ以外、変わったことはない。ですからそう言ってるんですけど、いや本当はなんかええ薬あるんちゃいますのってやっぱお金出したらいろんな治療法あるんですかとか言われるんですけど、全くそんなんではないので、で、今まで言ってこなかったですけど、本当にね、がんや何やらでテレビとか新聞に出た時はからずっと今もいろんなメールをいただくんですけど、こうやって上映会を発信やり続けてるのも正直大変で、儲かることもないし、これで生活してるわけでもないんですけど、なぜ続けてるかというと、僕と同じ境遇にいて本当にね、周り暗闇で、毎日苦しみの中で過ごしてらっしゃる方に何か少しでも僕ができることがあればという思いで続けています。偉そうでも何でもないですけど、本当にねちっちゃいことですけど、それしかできないので、それを続けています。で、晩秋、さっき松森さんのね歌も素晴らしかったですけど、晩秋というのはカメラマンにとっても本当に腕の見せ所という言い方は変ですが、惹かれる素材ではあります。最近はその真っ赤になったり黄色になったもみじも美しいですけど、映像の中で何回も出てきましたけど、チリチリになったやつすごい可愛いでしょ。チリチリになったもみじなんか今まで僕もあんまり見なかったんです。仕事してる時はわざと綺麗なのをね、こう取ってここで置いて取ったりとかしてましたけど、今はそんなことはしてないですが、チリチリになってもうね土に還る寸前のもみじが、あれこんな綺麗かってんなと、思います。植物も昆虫ももう秋になると命がなくなって、自分の仕事をね全部果たして美しく終わっていきます。なぜ人間だけが苦しみながら死ななあかんのでしょうか。ほとんどの人は苦しみながら死んでいってるように僕には見えます。でも死ぬということが当然特別なことだから、避けて通りたいことだから、なるべく一日でも先に起きたいことだから、そこでいろんな思いが葛藤が生まれるのかも分かんないですけど、植物を見てても昆虫を見てても死ぬということはごくごく当たり前のことで、なおかつその姿は本当に美しい。どうして人間だけが苦しみながら死んでいくのかって本当に思います。この前山の上の道を歩いてたら、道端にね大きなねオオカマキリが道端にベターってなってました。
お腹へこんでたんで、あこれ出産っていうか卵を産んだ後ね、あもう死んでんねんなと思って、道路の真ん中で踏まれてぐちゃっとなるとかわいそうやから拾って柿の木の上でもこうと思ったらまだ生きてたんです。まだ生きてて、あの大きな釜で僕の指を挟むんですけど、むちゃくちゃ痛いんです。痛いって、どうしたかっていうと、ほっとりで振って落とすとかでいくのはちょっと残酷で、それはあかんなと思って、本当にでもむちゃくちゃ痛くて、こう指でその釜をこう広げて外したんですけど、すごい力です。もう死んでると思って、目なんか真っ黒になって、で体中傷だらけになって茶色になってね、そんなカマキリにこんな力が残ってるのかと。なんで俺の指を挟んだかというと、こいつにはやられたくないっていう、まだ生きたいと思ってるから、もう死んでも何でもええわと思ってたらそんなことしないじゃないですか。でも思いっきりそのカマで挟み続けてるというのは、こいつはまだこんな姿になってでも生きたいんやと。あそうか、その姿が美しいんや。最後まで生きようとすることが、最後まで命を全うしようとすることが、そこで自分のできることを全てにありったけの力で、本能といえば本能だと思うんですが、カマキリは僕の指を挟みました。その痛さに俺もこうでなかったらあかんなと教えられました。死にかけのカマキリに、教えられました。最後の最後まで、まだ力が残っているなら、その力を思い切り、はい、それが生きるということだと、ちょっとまた話が長なって清水さんが薪を入れてるんで、これぐらいにしたいと思いますが、ですね、次に見ていただくのは、今回はちょっと長尺が続くんですが、奈良を撮影する中で定点で撮影する場所が何回もあります。まあ、飛び火のをずっと定点で撮ってたんですけど、飛び火のは本当にね、嬉しいことに人がたくさん来ていただくようになったので、ちょっと最近撮影することもなくて、で、もう一つこの辺りで定点で撮っているのは大仏池、東大寺の大仏殿の北側に池があって、その池の周りは僕に言わすと鹿の楽園なんですよね。映像にも出てきます。それを見ると、あの場所にいると、人間様のその町に鹿が山から降りてきてるんじゃなくて、人間が鹿の楽園にちょっとお邪魔させてもらってるんだよなという、その主従が逆になるというか、非常に謙虚な気持ちになります。でここの主人公は、あ鹿なんやということが本当によく分かって、で去年もね、秋の大仏池大好きやから映像を見てもらったんですけど、その映像は本当にほとりのもう赤いもみじが本当に真っ赤になってる一番いい時で、カワセミが飛んできてね、小魚捕まえたり、そういう映像を見ていただいて、完璧なその秋の美を、表現したんですが、今日はその真っ赤になるところをあえて避けて、そのちょっと前とちょっと散り始めた後、を見ていただきます。 2,3 週間の差しかないんですけども、これほど、半月も経たへんのにこんだけ風景が変わるのかというのを見ていただきたい。僕の、表現したいことは、奈良には365の季節がある。一日一日少しずつ繊細に移りゆく季節の移ろいこそが、この奈良の世界に誇る美しさ、こんな素晴らしい季節が移ろう土地は世界中どこを探してもないです。日本の中だけでも奈良だけです。世界50カ国以上の世界遺産を撮影した僕が言うんだから間違いはありません。そういうことも表現したくて、ちょっと時期を外して、2日、11月の半ばと12月の頭の、大仏池を見て、ああやっぱりここは鹿の世界やなというような、鹿に対してもうちょっと謙虚になってもいいかなって、僕も撮影しながらそう思いました。鹿に対して謙虚になる、鹿の楽園にお邪魔しているんだというような気持ちになりました。なんかそういう思いも、共有できればなと思いますので、そろそろ、映像の、大仏池の映像を準備していただいて、
見ていただきたいと思います。これも、10分あります。同じ場所なんで同じ曲を、アレンジ違いであえてつないでおりますので、10分はちょっと寝るには短いのでちょっと置きといてもらった方がいいかなと思っております。よろしくお願いします。
so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. ありがとうございます、最初に断ってなあかんかったんですけど、今月は本当は映像で今年を振り返ろうと思ってたんですが、ちょっと作業が間に合わなくて、1月にやらせていただくと、1月8日にやらせていただきたいと思っています、2022年を映像して1月から12月まで、本当に厳選した映像で振り返りたいなと、ぜひね、皆さんに見ていただきたい1年の移り変わり、こんなに素晴らしい奈良の風景の中で私たちの命があるのかということを実感できると思いますので、ぜひと、はい、ぜひご来場いただけたらと思います。大垣さんも頑張って歌うと思いますので、本当に、はい、どうもよろしくお願いします。まあ昔の僕やったら日々の撮影しながら編集とかもね、過去の映像の編集とかも全然平気でできたんですけど、病気をして今も治療しながら結構今もちょっと大変になってきて、ここで告白するつもりはないんですが、なかなか一日にできることが限られてきました。
本当に元気な時は今から考えるとスーパーマンみたいに、どんなことでも、はい、へっちゃらでどんなことでも何でもできた、それがテレビカメラマンだと胸を張っていた時期もありますが、一つ一つできることが減っていく、病気の前ならまだしも、先月できてたのに今はできないみたいな、昨日できてたのに今日はできないみたいにきっとなると思うんです。でも、一個一個なくなっていくってちょっと寂しいです、できることが。でも別の言い方をするとまだできることがあるということなので、それをこう全力でカマキリみたいにね、手を抜かんと一つ一つちゃんとやろうと思ってます。だからなかなか一日でやることが、はい、限られてて、でまあそういう結果になったんですが、まあ申し訳ございませんという以外ないんですけれども、でも本当にね、奈良が好きです。取れば取るほど好きになります。こんなところほんま他にないです。今日はね、五世と五条の両師匠が来ていただいて、もう結構二人楽しいね、岡本先生と三人で、もっともっと2回目3回目もやりたいなというぐらいいいお話だったと思うんです。ああいうね、笑いの中にちょっといいことを言いながらね、笑いの中にちょっと信念も入れながら、だから本当にねいいトークだったと思います。で、太田市長、五条の市長さんね、なんていうのかな、僕あんまり政治には興味はなかったんですけど、市長さんのそのなんていうのかな、ホームページ見たら奈良が好きって書いてあるんです、まあ、細かいことも書いてますけど、なんかそれに心動かされたっていうのが、ありました。なんか奈良ならふるさとが好きな人に任せたいなみたいな。でこれからね、来年は知事選があったりいろいろありますけど、もう基本的にみんないろんな奈良が好きがあると思うんですけど、奈良が好きってもうシンプルにそういうメッセージを受け取れる人を応援したいなというふう、応援じゃないな、偉そうやな、託したいなと、奈良の未来を託したいと思います。奈良が好きな人なら奈良を悪くは決してしないと思います。岡本先生に知事になってください言っても絶対うんと言わないですからね。ね、岡本先生知事になってくれていいのになってずっと思ってるんですが、なかなかやっぱり官主という自分の本分を大切にされる、でやっぱり知事とかになるにはその畑でずっとやってきた方がやっぱり持ちは持ち屋でいいと思っております。でそういう大きなことは知事さんに託すとして、でもこんなねカマキリみたいに死にかけてる私でも、私にも何かやれることがあるって思ってるんです、この奈良のために。はい、知事さんの100分の1ね、1000分の1かも分かんないですけど、私にもまだ奈良を良くしたいと、知事に1000人出るって言ってるわけじゃないですよ、誰が知事になろうとも自分のことをやっていきたいなというふうに思ってます。皆さんでもっと奈良を好きになって奈良を盛り上げてください。で次の世代に、バトンタッチというか次の世代に引き継いでもらうということが、私たち大人の、はい、最低限の、仕事かなと、役割かなと思っております。こんな体ですが、薪の入っている中で言うのもなんですが、来年もやれる限りはやりますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次がまた長尺です。本当は一番ここで寝てもらいたかったんですけど、今回も月です。月でいつもは1日目2日目3日目の月を、見ていただきますが、今日はね、細い月から生まれて満月になって、また細くなって無に帰っていきます。新月、月が見えない、夜空に輝かない新月の1日前の、有明の月から見ていただいて、で、1日目2日目の、月を見ていただきます。最初の場所は生駒山か
からです。生駒山は本当は車で行くとすぐ行けるんですけど、ドライブウェイのね見晴らし台というところがあって車横付けで撮れるんですけど、なんとね6時半しか空いてないんですよ。だから日の出には間に合わないんで、皆さん頑張って歩いてください。ケーブルカーもありません、車も行けません、歩いて登ると見れます、生駒山からの日の出が。はい、騙されたと思って行ってください。ほんまに感動しますから。奈良盆地の向こうに太陽が上がる、そんなことは当たり前のことなんです。こんなことは何回も繰り返してきて、これから何度もずっと同じ風景が続くのに、でもその一日にご縁があって行って、目の前で太陽が上がってくると、ほんと希望が、希望が持てるんですよね。当たり前のことやのに、当たり前のことやのに太陽が出てきたら、それまで寒い寒いのに、その日差しの強いこと、本当にね、冬の日差しの暖かくて優しくてたくましくて、暖かいその冬の日差しが大好きです。で、それが、有明の月です。ちょっと雲海、夜の雲海も出てきます。生駒山に登る途中で撮って、もうこのまま帰ってもこれでいけるよなって思ってて、ちょっと負けそうになって撮ってたやつです。で、1日目の月がどこかというと五条の月でございます。で、2日目の月はどこかというと、これもねおすすめなんです。みんなね、日没夕日見んのにね、一番上まで若草山の一番上まで30名まで上がるじゃないですか。当然そこ綺麗んですけど、今日撮る映像は50円払っていただいて、山麓から50歩ぐらい登ったとこ、もうあんまりほとんど人もいないです。日落ちる時には、5時で閉まるんですけど、5時以降も残っててもいいので、そこから見る夕日が、実は奈良公園の中で見る夕日の中で一番好きなんです。なんていうのかな、あんまり悪く撮らないでくださいね。若草山の上行くでしょ、下いっぱいおるじゃないですか。なあ、一緒に夕日とか撮影してても人の話が聞こえてくるんですよ。もう映画見てる時に横で何か喋られてるのと僕にとっては同じなんですよ、ね、でそれがまた面白い話とかしたらそっちに行ってしまうんですよ。なんか腹立ったりはしないですけど、夕日見ながら話すの楽しいじゃないですか。でもそこの山麓のとこなんか誰もいないです。鹿がたまにね、なんか気配感じるな、あれと思った鹿がいてるぐらいでね。そしたら誰の声も聞こえない、町の音は聞こえますけど、何が聞こえるんかと。そしたら日が沈む音がするんです。雲が染まっていく音がするんです。カエルちゃうわ、カエル好きやからついカエル言うてもだカラスのカーカーも聞こえますけど、カラスが羽ばたく音も聞こえるんです。で、最初に月が見えたときに、最初に月が見えるときは音付きで出てきおるんですよ。じゃーんじゃないですけど、それまで明るくて見えないんですけど、暗くなってきたらだんだん見えるんですけど、音とともに見えるんです。全部のものに音があるんです。もうにぎやかにぎやか、夕日の時はコロ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 変わりますから、同じ色なんか一瞬としてしてないです。どん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 速いスピードで変わっていきます。夕日をね、まとう照らす大仏殿の火とか五重塔とか、そんなんも刻々と当たる光で、もうね、そういうふうな風景を見てるとふと思うんです。自分もこの夕日に照らされてるんやと、自分もこの刻々と変わる光の色の中に包まれて、ここで立ってて生きてて綺麗なって思って、今日に感謝してるんです。俺もって私もこの風景の全ての、愛すべき風景の全ての、大仏殿の神秘も五重塔も僕もみんな一緒なんです。みんな夕日に染まって、奈良にいてるな、日本にいてるな、地球にいてるなって、生きてるなって思える場所なんで、一回騙されたと思って夕日に照らされる万物の音を聞きに行ってください。本当に感動すると思います。自分が求めたら相手から返ってくるんです。いや、こんなん何も音せえへんわと、町の車の音、たまに救急車が通るぐらいやと思ってたら、その音しか来ないです。でもこの葉っぱは音出すんやと、この雲は音がするんやと、この光には音があるんやというふうに心を完全にオープンにしたら、いろんなものが飛び込んできます。
それがなんか僕が、がんで死ねへんかった理由かなとか、いろんなものが飛び込んでくるということは、いろんなエネルギーが自分の中に入っているのかなと、それによって生かされているのかなと。だから夕日を見に行く時っていうのはどういう時かというと、心をオープンにする時、さっき言ったみたいに心を無限大にする時に、そうしたらいろんなものが飛び込んできて、そのエネルギー、なぜなら私自身もその辺の石ころと同じで自然の中の一部だから、全部つながってるんですよね。つながってるもの、例えば誰かとつながっててその人が弱ってるとすると、元気になれと思うでしょう、ね、ほんならその人のところに元気がいったりすると思うんです。僕はそれを自然とつながることで、自然の中で自分を開くということは、自然の中で自分は弱ってるって、そのさらけ出してることは、みんなが助けてくれるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと新興宗教みたいになってきたんでダメですね。今ねカルトが問題になってるから、この後壺を売ろうかなって思ってたけど、それはないので、もうほんまにね、正直言って話で、ちょっとなんかうさんくさいなと思う方もいらっしゃると思いますけど、なんか急にそれがそこの境地に行ったわけじゃなくて、最近そう思うようになったんです。なんかちょっと、はい、そんな気持ちで一回夕日眺めたら、保山の言ったことはまんざら嘘でもないなって感じていただけると思うので、とりあえずその映像を、はい、見てください。10分以上あります。
Thank you.
素晴らしい月、見せていただきました。さあそれでは続きまして、演奏する皆さん、ここでご紹介をさせていただきます。スタンバイよろしくお願いいたします。ピアノの角香織さん、バイオリン羽田真一さん、ハープ川島優子さん、ギター牧野由紀子さん、そしてボーカル大垣智也さん、はい、出てまいりましたねとか言って、なんか来月牧野さんとあと羽田さんとそして森内さんが揃って演奏していただけるようですね。はい、ということでルルの皆さんが来月は揃われまして、新曲っていうのかアルバムの曲を全部していただけるとかの予定で、はい、そうですか、はい、ということですので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います、ね、えルルの皆さん、なんか久しぶりに揃うような感じもちょっとしますけども、ねね、はい、ということで、演奏される皆さん揃われまして、続いてね2曲続けてお届けする形になります。準備ができ次第よろしくお願いしたいと思いますが、さあ今回ねどういった曲が出てくるのか皆さんぜひお楽しみにしていただきたいと思います。そして映像の方も引き続き素晴らしい映像をご覧いただけるかと思います。はい、一応のスタンバイは大丈夫でしょうか、いけますか。さあそれでは、2曲2つのシーン続けてお届けしたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。
いつか届くだろう。
にたどり着けますように。歌を歌おう、悲しい時こそ歌を歌おう、寂しい時こそ歌を歌おう、心込めてあなたに届くように止められるはずもない夢を止めるのはいつでも私だった。不安に怯える心を開いて私らしく生きたい。涙はこれで終わりにしよう。未来を信じて生きよう。本当の幸いを見つける旅に出よう。時こそ歌を歌おう、恋した時こそ歌を歌おう、愛のすべてがあなたに届くように。歌を歌おう、悲しい時こそ歌おう、寂しい時こそ歌を歌おう、命かけてあなたに届くように。歌を歌おう、命かけてあなたに。届くよ。ギター牧野由紀子さん、ハープ川島優子さん、バイオリン羽田真一さん、
ピアノ角香織さん、そして歌は大垣智也さんでした。はい、ありがとうございます。はい。